皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況を今日もやっていきたいと思います。最近ですね、ちょっとお仕事の方が忙しくなっておりまして、9月の終わりぐらいまでは確実投稿、2日に1本ぐらいのペースで投稿していくことが多いと思うんですが、どうかよろしくお願いいたします。さて、今日最初のコースは YouTube でコメント欄に送っていただいたコースですね。ありがとうございます。イージーライダーさん、クールに決めよう、70秒スピードラン、タイム超甘め、クールに決めよう、くるくるクールさん宛てのコースだそうです。ありがとうございます。クリア率は 0.41%、 ベストクリアタイム52秒、70秒スピードランを52秒でクリアしている方がいらっしゃるので、タイムは確かに優しめみたいですね。早速遊んでいきましょう。サムネにクールのクって書いてありました。ありがとう。まずは3段ジャンプ。パウを持ってブラパを通してバネ持ち壁キックからの、口、あぶねえ、口バネじゃん。成功してまた3段ジャンプからの壁キックかな。オッケー。ではパウを叩いて降りていって右か。あ、怖い怖い怖い。結構ここの感覚が今のところ際どかった。あ、3段ジャンプ、あぶねえ、あぶねえ。こっち、あぶねえ、どうすん。からの青ドクロを降りてって、これは上だ、こっち OK かな。壁ずりして、あーいやー OK。 ガリガリでダメージを食らっていく。ここのブロックがあった。これはしょうがない。こっからスターランかな。あ、やばい、バネ使えなかった。これは間に合わないんじゃないの。嘘でしょ、場に使い逃したか。そんなのありえ、ある、次のスタートで間に合ったか。これ間に合うかな。微妙に壁キックがやりにくい配置になってるんで、結構不安だけど、残り9秒、スターが切れた、ゴール。おー。あれ、一発クリアじゃないですか、もしかして。信じらんない、嘘でしょ。やったぜ、ベイベー。クールに決めよう、70秒スピードラン、タイム超甘め。アイライダーさん、アイライダーレイさんでいいのかな。さっきとちょっとお名前の読み方が変わってしまった、ごめんなさい。クールに決めましたかね。ありがとうございました。ベストクリアタイムの方と10秒ぐらいの差があるんだけど、皆さんもよろしかったらぜひプレイしてみてください。それでは次のコース遊んでいきたいと思います。お次はこちらのコース、注目コースの普通からヨッシー VS クッパー、スプラトゥーンさん、クリア率 12.12%、 ベストクリアタイム40秒、こちらのコース挑戦してみたいと思います。難易度普通のコース、楽しむ、楽しむよ。左から出てくるのはバネか。上にまずピンクコインが1枚あるでしょ。これは登っていく感じでいいのかな、それとも壁キックしちゃってもいいのかな。あ、あのピンクコインどうやって取るんだろう。取り方がわからないな。よいしょと、あ、クッパファイヤーが来た、クッパファイヤーが来た。それは想定外。あ、上からは取れるんだ、了解了解。ここに一回立ったら2枚目のピンクコインをゲット。クッパファイヤー大丈夫だね。上から越えていくよ。ヨッシーがまだ出てきていない。そろそろヨッシーいるんじゃないかなと思うけど、左は何にもない。この辺だったかな。ちょっとずれたところにドクロが置いてあったはず。さて、ファイヤー取ってヨッシー取って、この横バネがいやらしいわ。でもまあ落ち着いていけば大丈夫。いと、どうしよう。あ、プロペラいるんじゃないの。あのクッパってもしかして倒さなきゃダメだった。さて、このまま進んでいくと扉もとりあえずスルーして、何が待ち受けている、それとも何も待ち受けていない。何も待ち受けていなかったらこれただの独り言動画になってしまうから寂しいから、それはやめようよ。何もなかったね、畜生ね。はい、さっきスルーした扉まで戻ってきました。入りますよ、お邪魔いたします。ゴールやないかーい。いくよ、オッケー。これ正解ルートだったのかな。クッパのところにあった鍵付きの扉あったじゃないですか。あれは多分クッパを倒すと鍵を持っていたとか、そういうことかな。
もしよろしかったら皆さんプレイして確かめてみてください。ヨッシーバーサスクッパー、クッパスルーしちゃった、ごめんなさい。スプラトゥーンさんのコースでした。ありがとうございました。お次のコースはこちら、いいねランキング難しいの第1位、スピードランワクワクゴー。あ、鍵忘れちゃった、涙ママニャンさん。クリア率 9%、 ベストクリアタイム38秒。早速遊んでいきましょう。タイム的には40秒ランかな。鍵を忘れちゃったって言われても困るんだけども、あ、ここはジャンプか、ジャンプか。今マリオがどこにいるのかわからなくなっちゃった。ここもパウは勝手に叩いてくれるみたいなんで OK。 上に走っていって、無駄なジャンプとかが結構シャットタイムはきついのかもしれない。跳ねるよ、上行くよ、3段ジャンプからの、このメットも引けるでしょ。おわお、大丈夫、普通に走っていって、あ、これメット取られちゃやばいやつじゃない？大丈夫？本当に大丈夫？信じるよ、信じてるよ。ここまででも割といい感じ。ここから下ラン、アミーボ取ったところはイカかな。キャラクターの名前がわからないのがちょっと悲しいけれども、完璧。あ、鍵取るの忘れた、やばい、どうしよう、鍵取れなかった、畜生め。スピードランワクワクゴー。あ、鍵忘れちゃった。ママニャンさんのコースでした。ありがとうございます。それでは次のコース遊んでいきたいと思いまして、ベストタイムやったぜ。はい、お次のコース、お次は草花さんというか立ち早さんというか草花さんのコース、ふみふみ花ちゃんカーペット。こちらのコース、クリア率 5.82%、 ベストクリアタイムは58秒。こちらのコース挑戦いたします。ふみふみ花ちゃんカーペット、花ちゃんでもな、すぐ動いちゃいそうなんだよな。態度悪いっすよね、花ちゃんね。ちょっとくらい背中貸してくれたっていいじゃないですかね。まあ、自分の上に誰かが乗ってきたら怒りますけどね。ふみふみ花ちゃんカーペット、ところどころ、あ、しまった、全然トゲ像が見えてなかったんだけど、まあいいや、よくはないか、上かな、これは下下下、ウェーイ、もう変なトゲ像とかは来てないね。ところどころ色が変わってるところがあるのが、あのトルコ絨毯っぽい柄になってて結構いい感じなんじゃないでしょうか。ここからまた花ちゃんカーペットかな。そういえばいつの間にか中間取ってましたね。ありがとうございます。このまま行きたいけども、いいね、花ちゃん優しいわ。ここはどうすんの、ゴリゴリ上くぐれないよね。さて、そろそろワンワンエリアかな。こっから急に難易度上がりすぎてませんか。そんなことない、ここだ、オーケー。結構ね、後先考えず強引に突破していっちゃわないとダメっぽい。ここもゴリゴリで前の方まで飛んでいく、こうでしょ、こうだ、よっしゃー、ああクールです、こうだって言ったから関係ねえ、ごめんなさい、イエイ。お、びっくりした、なになに、今のどうやって出したの、キラキラしてすごい綺麗なんだけど。ふみふみ花ちゃんカーペット草花さんのコースでした。ありがとうございます。 OK、 それではもう1コースぐらい今日遊んでいきましょう。お次というか今日のラストはこちら、トゲゾウから逃げろ、とても難しい新着コースから選んでみました。パイタンさんという方のコースのようです。最初のクリア者になれるように頑張りましょう。とても難しいってわざわざ書かれてるあたり難しそう。おーい、どうしようか、とりあえず P スイッチをすぐ踏んで、そうか、これ P スイッチの効果時間が終わっちゃう前に行かないといけないのか、それ難しいわ、マジで難しいわ。とりあえず最初の P スイッチを踏むタイミング、これ要注意だ。次行ったらちょっと遅かったかな、間に合わないような気がするな。あ、そういう問題のレベルではなかった。
オッケーかな。急げ急げ急げ。この辺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 。右。ここ。オッケー。こっち。次は。あー急ぎすぎたー。これいいんじゃない？タイミング的にはかなりいい感じだと思う。難しいけどもクリアはできそうな気がする。問題はあの P スイッチを押した後、ビードは2つ入んなきゃいけないですよ。それが間に合うのかどうか間に合わないというか入れなーい。このコースベストクリアタイムを目指そうなんてことになったら面白いかもしれない。そういう大会とかがあったらね。難しいけども、落ち着いて落ち着いて。ここ落ちるよ落ちるよ。入ったー間に合ったー。声が裏返って。嘘でしょ、なんでそこでやられんの。とりあえずパタパタの恐怖があるということもこれで分かったんで、もういけるでしょう。あとはこの辺のトゲで変なミスをしなければ大丈夫。結構しそうで怖いけども、ここがね結構タイミングギリギリ。間に合って間に合った。壁キックからのクレー、よーし。え、何あの下の扉。マリオタイム、マリオタイム、ははー。何だったんだ今の一瞬は。いやー結構苦戦したかな。トゲゾウから逃げろ、とても難しいタイタンさんのコース遊ばせていただきました。ありがとうございます。ラストって言ったんだけどね、まあちょっと2日に1本投稿になってしまってるので、もう1コースやっぱり遊んでいこうかな。さて今度こそ今日のラスト、いいねランキング簡単の第8位に面白そうなコースがあったんで、こちらやってみたいと思います。演奏日暮里駅発車メロディー、豪華2本立て1年生さん。日暮里駅の発車メロディーってどんなんなんだろう。普段電車乗らないからわからないんだよね。どうですか皆さん、日暮里駅使ってる方はこんな音楽なんですか。これ死ぬやん。どちらかというとね、僕の場合新宿駅、渋谷駅、あと恵比寿駅、そのあたりだったらわかるんだけどね。恵比寿とかあのビールの音楽ですね。演奏日暮里駅発車メロディー、豪華2本立て1年生さんのコース。これまさに地域限定ですよね。その辺利用してる人しかわからない。1年生さん、もうちょっといろんなコース作ったら面白いんじゃないですか。山手線一周とかね、ぜひぜひ頑張って作ってみてくださいって動画見てくれてるといいんだけどね。というわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していってくださいね。くるくるさん喜びます。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる、バイバーイ。